こんにちは、ササエリオモタクボです。今回のテーマはプロから教えてもらおう、これからの住まいのことについてです。よく耳にはするけれど、高齢者住宅ってどんなところなんだろう。自分のライフプランに合ったところはあるのかな。もし家を手放すなら何から始めたらいいんだろう。家の片付けや遺品整理は、など皆様の疑問にお答えできればと思い、今回はそれぞれのプロの方々をお呼びしてお話を伺いたいと思います。ではそれぞれの専門分野の先生方のご紹介をいたします。株式会社周期コネクト、坂口俊一と申します。今日は高齢者住宅の種別についてお話しさせていただきます。よろしくお願いします。株式会社ハイコム、石田誠一と申します。本日は高齢者が抱える不動産のリスクについてお話しいたします。よろしくお願いいたします。こんにちは、福祉企画代表の山口義弘と申します。今日は遺品整理、生前整理についてお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。こんにちは、今日は、高齢者住宅の種別について、お話ししたいと思います。高齢者住宅有料老人ホームは、大きく分けると4つに分かれています。1つは厚生労働省が管轄している介護付き有料老人ホーム、もう1つは、住宅型有料老人ホーム、この2つの種類があります。それとは別で国土交通省と厚生労働省が管轄している有料老人ホーム、高齢者住宅でサービス付き高齢者向け住宅と、特定施設とサービス付き高齢者向け住宅が、一緒になっている住宅、この、2種類があります。大きく分けるとこの4つに分かれます。で続いて、一つ一つちょっと説明していきたいと思います。その、厚生労働省が管轄している介護付き有料老人ホームは、介護等のサービスがついた高齢者向け住宅や居住施設の一つで、県や市から特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームになります。でこの特徴としては、外部のサービスが利用できない。どういうことかと言いますと、デイサービスや訪問介護が外の事業者さんからは、使えないということになります。そこの施設の中の、サービス、スタッフの方を使っていただくという形になります。ここが、介護付き有料老人ホームの一番の特徴になっております。続いて住宅型有料老人ホーム、こちらは、介護付き有料老人ホームとは違い、大きな特徴として外部のサービスが利用できる。つまり他のその施設外の、事業者さんのデイサービスや訪問介護、訪問看護などが使うことができるということです。で自分で選択ができるということになります。これが、住宅型有料老人ホームの最大の特徴になっております。続いて、今度は国土交通省と厚生労働省が管轄しているサービス付き高齢者向け住宅の説明になります。これは高齢者が安心して住めるように工夫された賃貸住宅で、都道府県知事への登録、熊本市であれば熊本市の登録が必要となります。でこちらは、先ほどの介護付き有料老人ホームや、住宅型有料老人ホームとは違い、部屋の広さが、18平米といって、ちょっと広めに取らなきゃいけないという規定があります。で、入居される方にとってはあまり関係のない話でありますが、その建てたオーナーさんには補助金が入ってきます。でこちらも住宅型有料老人ホームと同じで、外部のサービスが利用できるのが特徴です。もちろん、外部のデイサービスや訪問介護が使えるということになります。これが、サービス付き高齢者向け住宅の特徴となります。で、一番、有料老人ホームや高齢者住宅では新しい規定で、法律上確定されたものになります。続きまして、特定施設とサービス付き高齢者向け住宅が一緒となった、種別になります。これは、介護等のサービスがついた高齢者向け住宅ということで、県や市からの
特定施設入居者生活介護という指定を受けております。どういうことかと言いますと、先ほど厚生労働省が管轄している介護付き有料老人ホームと一緒の類になります。ということは、こちらも外部のサービスが利用することができません。ですので、そこの施設内にいらっしゃるスタッフの方のサービスを使わなければいけないということになります。ですので、くくりとしては、ご入居を希望されている方としては、介護付き有料老人ホームと同じと思っていただいて構いません。で、この4種類に、詳しく言うと、分かれております。で、これからは皆さんがすごく気にされている料金の説明になります。で、まず、熊本の、高齢者住宅の、相場となります。これは、大体介護付き有料老人ホームがあくまでも目安ですが、約14万円ぐらいかかります。これは介護保険のサービスを使うという料金は別になります。だいたい家賃や食費、教育費などが含まれております。だいたい14万前後になります。あと、住宅型有料老人ホーム、これはだいたい熊本の相場でいうと11万円前後となります。と、あと、サービス付き高齢者向け住宅、大体これが12万円ぐらいをが相場となります。ですので、比較的介護付き有料老人ホームが設定としては高くなります。ただ、介護付き有料老人ホームですと、介護保険を限度額、いっぱい使うことができる、無制限使うことができるので、重度の方にとっては、かなり、利用しやすい、有料老人ホームではないかと思われます。で、ちなみに地区ごとの相場です。熊本の場合なんですが、熊本市中心部になるとだいたい15万から16万が相場になっております。あと、東区、北区、西区、こちらはだいたい12万から13万、中心部に比べると若干安くなります。あと、南区が9万から10万ぐらい、あと、熊本市圏、例えば甲子、宇城、それとあと八千代とかですね、そういうのの平均相場は、だいたい8万から9万円になります。ですので、比較的地域にもよるんですが、南部方面に行けば行くほど、居住費用とかは若干お安めになっております。と、あと、入居時にかかる費用の説明になります。大体入居時って、大体入居申込金、一時金と言われるものなんですが、こちらがかかる施設さんも、結構あります。大体高いところになると何千万、ってかかってくるところもありますし、熊本の場合ですと、あまり、一時金申込金がかからないところの方が最近多くなっております。もう0円で、入居時にかかる費用は0円というところも結構見受けられます。また、あとは敷金。でいうと 2ヶ月から3ヶ月分ですので、家賃が5万円ということになると、だいたい10万とか15万とかが入居時にかかる費用になっております。これプラス前金になるので、先ほどの例えば介護付き有料老人ホームであれば約14万としてプラス14万かかってくるということになりますので、最初にはだいたい30万弱で考えられてた方が無難かと思われます。と、あと、月々にかかる費用で、どういうものがあるかと申しますと、まず家賃になります。家賃、その次に管理費、教育費。で、これはだいたい職員の人件費や維持費等で使う、に負担されます。あと、水道光熱費。これは、水道光熱費が教育費や管理費に込みということもありますが、水道光熱費が別で、水道代、電気代、ガス代などがかかってきます。あとは食費、これは1日3食、1ヶ月換算で、欠食した場合は翌月に調整となります。で、ここが、こちらがやっぱり有料老人ホーム、高齢者住宅が、普通のアパートとは違い、食費がほとんどかかってくるということになります。あと、先ほどのサービス付き高齢者向け住宅に関しましては、これ以外に状況把握生活相談費というのがかかっております。これは、そこのスタッフが安否確認や緊急通報、生活相談などをされるので、その費用に充てられることになります。また、それ以外では、介護保険自己負担額ですので、要介護1の方であれば、約、1割負担の場合は1万5、6千円。
で、介護2の方であれば大体1万9000円、2万円ぐらいですね、が別途かかってくることになりますので、施設を選ぶ際にはそちらも頭に入れられて、そこをプラスした金額で入られるとよろしいかと思います。それとその他には、これも忘れがちなんですが、そこまでは居住と介護保険の費用なんですが、それ以外には生活になりますので、病院に行かれる方の医療費、あとお薬代、おむつ代などが別途かかってきますので、こちらも、ご入居される場合にはよく考慮されて、ご入居された方がよろしいかと思います。続いて、施設を選ぶ5つのポイント。私たちの会社でも、もう何千人、何百人、何千人と、ちょっと、高齢者住宅の方に案内させていただいたことがあるんですが、大体今から言う5つのポイントを必ず押さえて、施設の見学などをされたがよろしいと思います。で、それは1つ目が、施設長やスタッフの対応になります。これはよく見られてた方がよろしいかと思います。高齢者住宅、有料老人ホームは、ずっと見ていくと、あまり変わらないことが分かってこられると思います。今はもう大体新しい施設が多くなっておりますので、それよりも、その親御さんや、そのご本人様がご入居されて、一番対応される施設長やスタッフの方と会われるか会われないか、そういうところをよく見られて、ご入居された方がよろしいと思います。で、2つ目が衛生管理が行き届いているかどうか。これは、必ず見学をしてほしいんですが、見学をされた場合に、お掃除がちゃんと行き届いているのか、変な匂いがしないのか、そういうところもよく見られてた方がよろしいかと思います。で、続きまして、ご入居されている方のご様子。これは、タイミングもありますが、そこの施設内にデイサービスがあったり、居住スペースがあって、皆さんが共用スペースがあって、皆さんが集まっている場合があるので、そういうところで皆さんのご様子、顔色や、楽しそうにされているのか、そういうところもご覧になられてた方がよろしいかと思います。で、次に、自分に合った楽しめる趣味、活動があるかどうか。それは施設によってよくイベントとかをされてますので、そのイベントがどれぐらいあるのか、例えば逆に言うとイベントがありすぎて嫌になることもありますので、その辺のことはよく見学をされた際に、施設長やスタッフの方によく確かめられてからご入居されてた方がよろしいかと思います。と最後に一番大事なことかもしれませんが、やはり毎日のことであるお食事ですね。食事がお口に合うかどうかをよく確認されてた方がよろしいかと思います。その方法は、見学をされる際によく一食分500円とか600円とかお支払いされて、見学の時にあらかじめ、アポイント取られる時にお食事のご用意を言われると、施設の方でちゃんとご用意をされますので、それを食べられるのが私たちのおすすめです。で、お食事の美味しいとこをやはり選ばれてた方が毎日のことになりますのでよろしいかと思います。以上5つの点はよく確認されて、あとは先ほどの金額の面等も確認されて、ご入居を皆さんで検討されてた方がよろしいかと思います。以上が、高齢者住宅の種別、選び方のお話になります。ありがとうございました。